ソウルにあるルジャンドルの墓、チャールズ・ウィリアム・ジョセフ・エミールルジャンドルは、フランス生まれのアメリカの軍人、外交官。名前は、リジェンダー、リゼンドル、リゼンドル、リセンドク、リゼンドクとも言う。1872年から1875年まで、明治政府の外交顧問、1890年から1899年まで、朝鮮王、高層の顧問を務めた。 15代目、市村うざいもを味し、声楽家の関谷敏子は孫にあたる。ルジャンドルは、フランスのウランに生まれ、ランス大学及び、パリ大学に学んだ。父親の寺院、フランソワルジャンドル・エロールは、人物像を得意とした、古典主義彫刻家で、エコール・デ・ボザールの教師。24歳の時、ニューヨークの著名な弁護士の娘であったクララ・ビクトリア。 ミュロックとブリュッセルで結婚した。結婚後すぐに、米国に移住し、帰化した。1861年に、南北戦争が勃発すると、ルジャンドルは、第51ニューヨーク士岸兵不評連隊の兵士募集に協力し、1861年10月29日に、同連隊の調査に任官した。その後、ノースカロライナでの戦闘に従事し、1862年の、 ロアノーク島の戦いにも参加した。しかしながら、1862年3月14日、ニューバーンの戦いで重傷を負った。負傷にもかかわらず、ルジャンドルは軍を離れず、同年9月20日には中佐に進級。1863年には、第9軍に配属され、多くの戦闘に参加した。1863年3月14日には、大佐に進級。 バージニアのアラノの戦いでは、ユリシーズ・グラント将軍の指揮下にあったが、その最中の1864年5月6日、ルジャンドルは再び重傷を負った。今回は顔面を打たれ、左目と鼻を失った。アナポリスの病院に入院したが、その間にも南軍の最後の攻撃から町を防衛するための準備を手伝った。その後ニューヨークに移送され、そこで、 第9軍の兵士募集を手伝った。1864年10月4日に名誉除退したが、1865年3月13日には、順庄に名誉進級した。1866年7月13日、ルジャンドルはアモイの米国領事に任命された。7月にニューヨークをリバプールに向けて出港し、その後ヨーロッパ、アジア大陸を旅行し12月に、 アモイに到着した。領事として、ルジャンドルは5つの条約港すなわちアモイ、キールン、台北、淡水及び高雄に責任を持った。そこでは、年期方向人の不正取引の抑制に尽力した。1867年3月12日、米国船ローバー号が台湾で遭難し、その乗員が台湾原住民に殺害される。 ローバー号事件が発生した。ルジャンドルは復讐へ赴き、台湾の中国側当局に問題解決の圧力を受けるように、復権、石膏総督を説得した。復権総督は自ら行動は起こさなかったが、ルジャンドルが台湾に行く許可を与え、台湾知事が協力するように紹介状を書いた。ルジャンドルは、遭難現場訪問のために、米国船アシュロット号を雇い、 台湾当局に行動させようとした。その後アメリカ合衆国海軍のヘンリー・ベル少将が懲罰作戦を実施したが、これも失敗した。さらに情報を集めるため、ルジャンドルは再び台湾に出向いた。中国へ戻ったルジャンドルは、南台湾に軍隊を派遣するよう復讐の総督を説得し、ようやくこれに成功した。ルジャンドルは400から500人の規模を希望したが、 これよりはかなり小さな遠征隊が1867年7月25日に台湾に送られた。ルジャンドルは奉還の派遣をベル帝徳に要請したが、これは拒否された。このため、武装商船ボランティア号が雇われた。ルジャンドルは9月4日に台湾に上陸したが、上司に対しては全くの傍観者として行動したと報告している。 ルジャンドルは直ちに本来の任務を開始した。南台湾の険しい山岳地帯を通り抜け、原住民の州長とナンパした、欧米の船員の安全を保障するための条約を協議した。1871年9月6日、琉球の船が台湾沖で遭難したが、ローバー号事件と同様に多数の船員が殺害された。1872年2月29日、 ルジャンドルは先に結んだ条約を日本人船員にも適用するよう拡大するため台湾に出向いた。任務は不成功に終わり、またルジャンドルは北京駐在の米国公使フレデリック・ロートも不仲になってしまった。1872年、アモイから米国へ戻る途中、ルジャンドルは日本に立ち寄り、明治政府に台湾問題の武力解決を提唱した。これは、 ソエジマ・タネオミ外務協の意見とも一致しており、ル・ジャンドルは米国領事の職を辞し、1872年12月12日、外交及び軍事顧問として明治政府に雇用された。1873年2月、ソエジマは2年前に台湾で起きた宮古島民殺害事件の処理交渉の特命全健康試験外務大臣として北京へ派遣されたが、 ルジャンドルもこれに参加した。この交渉は部分的には成功であったが、引き続きルジャンドルは1874年の台湾出兵の準備を手伝った。台湾問題に関してルジャンドルは中日米国弁理講師チャールズ・デ・ロングの支援を受けており、また個人の資格でこの遠征に参加するつもりであった。加えて2名のアメリカ軍人が雇用された。 ところが、デロングの公認の米国公使ジョン・ビンガムは、ルジャンドルを支持せず、1874年4月19日、台湾出兵は一旦延期とされた。ルジャンドルらは、長崎で出生準備を整えていたため、大久保利道が長崎に向かった。結局遠征部隊は5月18日に長崎を出港したが、ルジャンドルは、大久保と共に東京に戻った。 その後、ルジャンドルは交渉のため復讐に派遣されることとなったが、アメリカ総領事に職場放棄の罪に問われ、短期間ではあるが上海で収監されてしまったため、遠征には参加できなかった。1875年には、日本政府から君に当局日、茂光明を授与されたが、これは外国人としては最初のものであった。その年の末には顧問を辞任した。 ルジャンドルは1890年まで日本に滞在し、大隈重信の個人的な顧問を務めた。1890年3月、ルジャンドルは日本を離れ、朝鮮を構想の顧問となった。1899年9月1日に、ハンスンで卒中により死亡するまで、その職を務めていた。日本滞在中、ルジャンドルは、 松平春学の諸子で芸者の池田糸との間に一、何事情を設けた。糸の母親は、松平家の腰元で、糸を出産後責任を取って自害したため糸は、家臣の池田兵演に預けられたが、その家臣も、実の娘を芸者にするほど困窮したため、糸も自ら芸者となり、大隈重信、伊藤博文らから、日本国のために、ルジャンドルの妻となるよう承諾させられたという。 この時、ルジャンドル43歳、糸16歳。子供たちは、生まれて、すぐに里子に出され、長男の六太郎は4歳で8日から14代目、市村うざ衛もんに養子に出され、後に15代目、市村うざ衛もんとなった。子役として舞台に立ち始めた頃、事情を知らず他の役者らと糸の家に遊びに来るようになり、うざ衛もん24歳の時に事情を打ち明けて7。 年下の妹の愛子と引き合わせ、その2年後、韓国から一時帰国したルジャンドルと子供たちの顔合わせが行われたという。愛子は、実業家の関谷雄之介と結婚し、声楽家の関谷都子を産んだ。ルジャンドルの子供であることは秘密とされていたが、1913年にイットが亡くなった時、枕元でうざいもんが思わず、 おさんと叫んだことから看護師らに知れて一部に広まったほか、一家と交流のあった、サトミトンが1955年に、ウザイモン伝説で明らかにした。本妻クララとの間に生まれた息子、ウィリアム・チャールズは、投資銀行ブラウン・ブラザーズの幹部になった。ありがとうございます。